若い頃と比べて体が硬くなった人は同時に血管も硬くなっております。体が硬いと健康に良くないということはこれまでいろんな角度から言われてきました。怪我をしやすくなったり姿勢が悪くなったり。しかしそれだけではありません。実は全身の血管も硬くなっていたんです。皆さんどうもこんにちは。本ようやくチャンネルのたけみです。今回は 家光元行さんが書かれた、体が柔らかくなると血管が強くなるをご紹介していきたいと思います。この動画で興味を持っていただけましたら、ぜひ概要欄のリンクから本書を一度手に取って読んでいただけると嬉しいです。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。一元で。 医者もびっくり、毎日〇〇するだけで、全身の血管がメキメキ若返るということについて、2件で、凝り固まった全身の血管が強くしなやかに若返る、すごい習慣4選について解説していきます。それでは早速1件の、医者もびっくり、毎日〇〇するだけで、全身の血管がメキメキ若返るから解説をスタートしていきます。さて、 冒頭でも申し上げた通り、体が若い頃に比べて硬くなってしまっている人、これを聞いている皆さんの中にも、 結構いらっしゃるのではないでしょうか。そんな人は血管も同時に硬くなってしまっている危険サインであるとぜひ捉え直していただきたいんです。そして体の柔軟性を取り戻すため本書のメソッドを実行してほしいです。体の硬さと血管の硬さが繋がっていたというのは結構驚きですよね。ですがこれは実際著者が参画した研究によって発見された事実であります。これまで私は 私は何度も血管に関する動画を出ししてきました血管に関する動画は再生数がどれも多くなっていて多くの人が血管について関心を持っているということがわかります。そして 血管に関する動画の中で血管が若返る方法についても数々の方法をご紹介してきましたが本書が扱っているように体を柔らかくすることで血管を若返らせ強くするという方法論についてはこれまで解説したことがありませんから今回の内容は 多くの人にとってとても勉強になる内容だと思います。さて、ズバリ皆さんにお尋ねします。皆さんは体が硬いでしょうかそれとも体が柔らかいでしょうか実は体が硬いということには以前から複数のデメリットが指摘されておりました。やはり最も有名なのは 怪我のリスクが高まってしまうということでしょう。凝り固まった筋肉や関節は、運動中や日常生活での動作に制限がかかり、怪我のリスクを高めてしまいます。また、筋肉が凝り固まってしまうことによって、血流が悪くなってしまうということも大問題です。血流が悪くなってしまうと、酸素や栄養素といった重要な物質が、私たちの体の細胞一つ一つに十分に届かなくなり、その結果、 老化現象が現れてしまったり、体の不調が現れるようになります。さらに体が硬いと、良い姿勢を保つことが難しくなり、肩こりや腰痛などの原因にもなってしまいます。年を取るにつれ、肩こりや腰痛、体の痛みなどに悩まされている人はどんどん増えていきます。これは確実に、年を取るにつれて、 体が硬くなってしまうことと関係しているはずなんです。また、凝り固まった体だと、リラックスするのが難しく、ストレスが溜まりやすくなってしまうこともあります。さらに、凝り固まった体は、関節や筋肉に負担をかけてしまいますから、老化の進行につながるということも指摘されているんです。というわけで、 これを聞いている皆さんには、ぜひともその凝り固まった体をほぐして柔軟性を取り戻してほしいんです。そうすることによって、固く老化してしまった血管も、若い頃の血管のように、ゴムホースのように柔らかくなります。ですが、 年を取るにつれ、私たちの血管はコンクリートの水道管のようにカチコチになっていってしまいます。これが動脈硬化と呼ばれる現象になります。そして、あまり知られておりませんが、動脈硬化というのは実はすべての人に起こっています。生活習慣が乱れている人はより悪化しますが、平均的な生活習慣を送っている人でも、老化によってある程度動脈硬化が起こってしまうことは避けられません。 年を取ると誰もが程度の差はあれど血管が硬くなってしまうということなんです。そして、動脈硬化が起こると心臓に負担がかかったり、血管が詰まってしまうといった健康被害が起こるようになります。特に。 血管のつまりは脳梗塞や心筋梗塞といった命を脅かす病気につながるため健康的に長生きするためには血管をいかに若く保つのかというのが非常に重要なテーマの一つとなっているんです。さらに血管は生活習慣病だけでなく認知症やサルコペニア、フレイルなどの様々な疾患に関係しております。さてこのように聞けば 血管を若々しく保ったり、血管を強く保つということの重要性が皆さんによく伝わったと思います。そして、一般的に血管の状態を改善するには、有酸素運動をちゃっかりやりましょうとか、食事を整えましょう、睡眠などの生活習慣全般を変えていきましょうということが、 よく提案されております。しかし、生活習慣を改善するというのは、なかなか難しく、3日坊主で終わってしまう人が多いというのも現実でしょう。せっかく良い習慣であっても、続かなければ何の意味もありません。特に、高齢の方にとって、ハードルが高いのが運動でしょう。運動すれば、健康になれることは分かっているが、なかなか体が持たないとか、膝が痛くて無理だよという方もいらっしゃるかもしれません。 そんな人のために少しでもハードルを下げるための良い方法はないかと著者は考え続けたんですそこで著者は独自に開発したストレッチを被験者に試したところ血管が柔らかくなっているという事実を発見したんです60歳前後の被験者に本書で提唱されているストレッチを試したところ4週間でなんと血管年齢が5歳程度低下したということが科学的な検証データでも裏 けられれたんでですすすここはかなり驚きですよねストレッチをるというわけで、運動するのはちょっとハードルが高い。でも、血管を若く保ちたいという人は、ぜひ本書で提案されている、ストレッチに取り組んでみてほしいです。ストレッチであれば、負荷も大きくありませんし、怪我もほとんどしないでしょうし、簡単に家でもできるので、続けられるはずなんです。 また本書では、血管を柔らかくするストレッチ以外にも、しなやかな血管を守るための様々な生活習慣が紹介されております。こういった実践的な内容は、まとめて次の2言で詳しく解説していきたいと思うので、楽しみにしておいてください。 それでは、ここからはもう少しだけ皆さんが血管の重要性をより理解できるように、そして2限でご紹介する実践的なメソッドを実行しようというモチベーションが最大限に高まるように、血管についての超重要な知識をわかりやすくコンパクトにまとめて解説していきたいと思います。さて、 健康になりたいと思っている皆さんは、血管に関する知識が絶対に必要です。血管を避けて健康になることは到底できないんです。血管は生命維持に欠かせない血液の通り道ですよね。その血管に不具合が生じれば、血液が全身に行き渡らなくなっちゃって、命に関わる影響も生じてしまいます。 ですが悲しいことに、すべての人の血管は、年を取るとともに硬くなっていきます。そして、血管が老化し、硬くなってしまった状態が、動脈硬化です。つまり、動脈硬化は、例外なしに、誰しもの血管に起こっているんです。 ただし、動脈硬化を進めるのは年齢だけが原因ではありません。偏った食生活や運動不足、タバコを吸うなどの血管の負担になる生活をしていると、老化はどんどん早まっていき、実年齢よりも10歳も20歳も血管年齢が高いということになってしまいます。逆に、規則正しい生活習慣を送ったり、血管に良い習慣をコツコツと実行されている方は、実年齢よりも10歳も20歳 も血管を若くすることは可能であります。さて、皆さんはどうでしょうか？普段、血管に良い生活習慣を一つでも実行しているでしょうか？ちなみに、私の場合は血管に良い生活習慣を実行しまくっておりますから、おそらく私の欠陥はかなり実年齢よりも若いだろうと自負しております。 これまで血管をあまりケアしてこなかったという人でも今からでも遅くありません。いつからでも老いてカチコチになってしまった血管を若返らせることは可能ですから今日からぜひ血管に良い習慣を始めてみてほしいと思います。 そして、硬くなった血管は何歳からでも若返らせることができると本書では述べられておりますから、もう年だからということを理由にしないで、何歳からでも血管をしっかりと気遣っていきましょう。誰にでも起こりうる動脈硬化は私たちの健康に大きな影響を与えますが、予防と対策をして、 血管の老化を最小限に抑えていけば命を脅かすほどの疾患には発展しません。これまで血管を若返らせる習慣を何もしてこなかったというあなたはおそらく年相応に血管が硬くなってしまっているでしょう。ですがその血管を柔らかくすることができれば日々の不調の改善につながるんです。例えば これを聞いている人の中に疲れやすいと感じている人はいないでしょうかまた疲れが取れないと悩んでいる人はいないでしょうかそんな人はぜひ血管をもっと柔らかくしてあげてほしいです。血管を柔らかくすることによって疲れにくい体が手に入るからです。 血管が硬いと心臓にどうしても負担がかかってしまうため少し動くと息切れしたり疲れやすくなってしまうことがあります。ちょっと外出しただけでなんだかすぐに疲れてしまうよというあなたはすでに血管がかなり硬くなってしまっているかもしれません。さらに血管が柔らかくなれば血行が良くなりますから肌ツヤが良くなります。肌ツヤが良くなればぐっと顔色も良くなりますから実年齢よりも若く見られることが 期待できますさらに血管を柔らかくして血液の循環が良くなると老廃物も回収されやすくなりますからむくみの改善も期待できますまた当然のことながら血管を柔らかくして血流が良くなれば肩こりや腰痛といった不快な症状も軽減されます また血管が柔らかくなれば、手足の先まで血液が届きやすくなり、消滅した末端の毛細血管の再生も期待できます。その結果、辛い冷え症の改善につながります。 おそらく本日ご紹介する血管に良い習慣を続けていただければ、冷え症が改善するということを多くの方が実感されることでしょう。今冷え症に悩まされているという方、特に女性の間に多いと思います。冷え症というのは血行が悪くなることが原因で起こります。 血行不良は栄養や酸素が全身に行き渡りにくくなるため体調不良や疲れがたまりやすくなりますまた冷え症は美容面にも悪影響を与えます例えば冷え症は肌荒れやくすみシワなどの肌のトラブルを引き起こすことがありますさらには髪や爪にも栄養が行き届かず抜け毛や爪が割れやすくなることもあります ですから、冷え症を放っておくのではなくて、ぜひ冷え症を改善するためにも、本書で提唱されている習慣に取り組んでいただきたいと思うわけです。さらに、血管を柔らかくすれば代謝が 上がったり寝つきが良くなったりしますこういった日々の不調が改善されることによってイライラが減ったり気持ちも穏やかに過ごすことができますさていかがでしたでしょうかここまで聞いていただければ皆さんの血管を柔らかくして血流を良くしようというモチベーションは最大限にまで高まっているはずですというわけで2件ではその具体的な方法についてわかりやすく要約してまいりたいと思いますそれではこの この辺で1容をまとめておきます一元ますとめポイント1体が硬いことには複数のデメリットが指摘されていたが実は体が硬いと血管も硬くなってしまう体が若い頃に比べて硬くなってしまっている人は 血管も同時に硬くなってしまっている危険サインであるため、体を柔らかくすることで血管を若返らせ強くするという方法論を実行する必要があるだろう。ポイント2。 血管を若々しく保ったり、血管を強く保つことの重要性を理解していても、一般的に言われている、食事を整え、有酸素運動をし、睡眠を整えるなどの生活習慣全般を変えていくことはなかなか難しい。そこで簡単に続けられるストレッチを導入してみよう。ポイント3。 血管の重要性はいくら強調してもし足りないほどである。血管に良い習慣をコツコツ実践すれば、実年齢よりも10歳も20歳も血管を若くすることが可能なので、年相応に硬くなってしまった血管を若返らせていこう。 それでは次2限で、凝り固まった全身の血管が強くしなやかに若返るすごい習慣4選について解説していきたいと思います。さて、1弦では体が硬いことと血管の関係、そして血管の重要性について非常に詳しく皆さんにお伝えしてきました。 そこで2限では、いよいよ、凝り固まった全身の血管を強くしなやかにするすごい習慣について解説していきたいと思います。それでは早速、全身の血管が強くしなやかに若返るすごい習慣の一つ目としてご紹介したいのが、1日1分で全身の血管が若返る最強のストレッチであります。さて、 それではいよいよ本書の肝となる硬くなってしまった血管を若返らせる最強のストレッチについてお伝えしていきたいと思います。さて世間一般的にストレッチといえば 筋肉の柔軟性を高めることも効果や目的の一つであります。しかし、著者たちが行った研究では、体の硬い人は血管も硬いという事実が分かっております。つまり逆に言えば、ストレッチをすることによって体を柔らかくしてあげれば、 血管も柔らかくなるということであります。そして実際にストレッチをすることによって血管が柔らかくなるということを研究で確かめることもできました。では、なぜ硬くなった血管をストレッチで若返らせることができるのかその理由の一つは、 一酸化窒素をはじめとした血管拡張物質をたくさん分泌させることができるからです。私たちの血管の内部にある内皮細胞は血液が流れることによって生じる刺激や血液中に含まれるホルモンから刺激を受けると血管の拡張を促す作用のある一酸化窒素などを分泌し 血管内の筋肉平滑筋に緩めという命令を出しますそれに反応した平滑筋が緩むことで血管が広がり柔らかくなるんです ところが、老化や生活習慣の乱れなどによって、この内皮細胞が衰えてくると、一酸化窒素が分泌されにくくなってしまいます。すると、平滑筋は、緩めという命令が来ないわけですから、ずっと収縮して、硬いままになってしまいます。つまり、血管がずっと硬いままになってしまうというわけなんですね。 ですから、平滑筋をいかに緩めることができるかが、血管の若返りの鍵となります。そこで、血流の増加により、血管内皮細胞に対する物理的な刺激を与えることで、一酸化窒素をたくさん分泌させ、平滑筋を緩ませることを目的とするのが、本書のストレッチであります。 ストレッチをすると血流が良くなるというのは皆さんなんとなくイメージできるでしょう。実際、ストレッチをして伸ばした部位は暖かくなりますよね。あれは 伸ばした部位で血流が増加していることの表れであります。ストレッチによって血液の巡りを良くすることで一酸化窒素の分泌促進にアプローチをすることができるというわけなんです。そして血管の若返りにストレッチが効くもう一つの理由はストレッチによって血管自体が伸びるからであります。私たちの体には隅々まで血管が張り巡らされているわけですがストレッチを することによって筋肉が伸びると同じように実は伸ばした部位の血管も一緒に伸びているんですそして筋肉を伸ばせば柔らかくなるのと同じように血管も伸ばすと柔らかくなりますそして 日々ストレッチを繰り返すことで筋肉だけでなく血管の柔軟性も取り戻すことができるというのが著者が行った研究によって明らかになっているんです。コツコツと毎日ストレッチを行うことによって徐々に血管が柔軟性を取り戻し血管が若返っていきます。ですからストレッチはできる範囲で続けるということがとても重要になってくるんです。 一日二日行っただけでは、動脈効果の改善や進行の予防にはならないんです。まあ、そりゃそうですよね。一日二日やっただけで、血管が柔らかくなって病気を防げるのであれば、そりゃ誰も苦労しません。 ですから重要なのは、やはり継続することであります。自分のペースでいいから、無理なく長く続けるということが、血管を守るための重要なポイントなんです。そして、本書で提案されているストレッチは、血管を柔らかくすることを目的とするストレッチですから、それを効率的に行える部位をメインに伸ばすストレッチになっております。その部位とは、ズバリ、前ももとふくらはぎであります。 大きな筋肉と血管が通る前腿とふくらはぎをメインに伸ばすことによってより効率的に血管を柔らかくすることができるというわけです。まず前腿には大腿四頭筋という 大きな筋肉があります。そして足の付け根から膝の上を結ぶ部分には大体動脈という太い血管が走っています。またふくらはぎも大きい筋肉で、ふくらはぎは筋肉のポンプ作用がよく働く部位であるということも特徴です。全身をめぐった血液は心臓に戻る必要がありますが、重力の影響で下半身に溜まりやすいんです。溜まった血液を心臓へ押し戻すためには、 ポンプ作用が必要になりますが、それを得意とするのが、第2の心臓とも言われるふくらはぎであります。ですから ふくらはぎを刺激してあげることによって効率よく血流が上がるというわけです。というわけでまず前ももとふくらはぎこの二つの部位をしっかりと伸ばしてあげるのが一番効率が良いんです。運動習慣がない人は片足15秒から始めてみてください。少しずつ時間を伸ばしできれば30秒ずつくらい伸ばすのが理想的であります。それではストレッチをするときに注意点があるのでサクッとだけ紹介します。 しておきますまずストレッチ中は呼吸を止めてはいけませんストレッチ中に息を止めてしまうと血管を柔らかくする効果はほぼ得られません そして次のストレッチまで10秒から20秒程度開けてください伸ばすことをやめると同時に血流が増加しますから伸ばした後には10秒から20秒程度休憩することが必要です右足を伸ばしたならばその右足は10秒から20秒休ませましょうその間に左足を伸ばすことをお勧めしますそして痛気持ちいいと感じるぐらいまで伸ばしましょう関節が痛い時などは無理をして ではいけません。 さて、この注意点を押さえてもらった上で、ここからはいよいよ具体的なストレッチのやり方について解説していきます。本書では初級編、中級編の2種類が紹介されていますが、おそらくこれを聞いている皆さんは、ストレッチをするという習慣をまだ持っていないと思いますから、まずは初級編だけご紹介いたします。そして、初級編を身につけることができて、中級編もやってみたいという方は、ぜひ本書を一度 手に取っててて確認されてみて欲しいですそれではまず一つ目にご紹介したいストレッチは前もも伸ばしであります。これはももの前側にある大腿動脈と大きな筋肉、大腿主頭筋を同時に伸ばす素晴らしいストレッチであります。やり方は非常に簡単。 まず、椅子の背もたれが体の横に来るようにセットし、片側のお尻と足だけが椅子の上に乗るように座ります。片手で背もたれを握り、体勢を安定させましょう。そして、左足をできるだけ後ろへと引き、膝を伸ばしましょう。15から30秒程度伸ばしたら、反対の足も同様に行ってください。背筋を伸ばしたまま、足を後ろへ大きく引くということを意識してください。 足の付け根と前ももの伸びを感じられるはずです。それでは次、二つ目にご紹介したいストレッチは、ふくらはぎ伸ばしであります。これは、ふくらはぎの筋肉をしっかりと伸ばし、下の足に溜まった血液の循環を促すストレッチであります。やり方はとても簡単です。 まず、椅子の上の半分ぐらいの位置に座り、背筋を伸ばしましょう。足裏は床につけ、足の指先は前へ向けます。手はそれぞれのももの上に添えておきます。そして、背筋を伸ばしたまま、左足を後ろへ引きます。あまりにも引きすぎると、かかとが浮いてしまいますから、かかとが浮かない位置までで OK です。そして、 左足の膝の上の部分に両手を重ねて添えます。上半身をやや前に倒し、手で膝を前方へ押し込みます。ふくらはぎの部分の伸びを感じながら、15秒から30秒キープしましょう。そして、反対側の足も同様に行ってください。これで、ふくらはぎ伸ばしはバッチリであります。ぜひ、隙間時間を見つけて、コツコツとやっていきましょう。 それでは次、三つ目に紹介したいストレッチは、膝裏伸ばしであります。お次は、膝の裏を伸ばしてあげましょう。足の大きな関節である膝を伸ばすと、そこにつながる太ももやふくらはぎの筋肉もほぐれやすくなります。まず、足を前に出しやすいように、椅子に浅く座ります。足の裏は床につけ、足の指先を前に向けます。手は、それぞれのももの上に添えておいてください。 そして、左足をまっすぐ前方へ出します。つま先は浮いてもいいので、膝をしっかりと伸ばすことを意識してください。そして、両手を重ねて左膝に添えます。 体をやや前に傾けながら添えた手に体重をかけ膝裏を伸ばします。15秒から30秒キープしたら反対の足も同様に行ってください。さてどうでしょうか膝裏がしっかりと伸びているということを実感できるはずです。最初のうちはなかなか慣れていないので難しいと感じるかもしれませんが慣れてきたら一瞬でできるようになりますからぜひ動画を何度か見返して身につけていただきたいと思います。 それでは次、ラストに紹介したいストレッチは足の甲伸ばしであります。さて、お次に皆さんに伸ばしていただきたいのは足の甲です。心臓から遠い足先は血液がどうしても届きにくいです。足首から足の甲をストレッチしてあげると足の甲を走る動脈やその周辺の毛細血管を伸ばすことができ、末端への血流が促されます。 特に足先が冷えるなんていう方は、ぜひともやってみてほしいストレッチになります。やり方は非常に簡単。まず、背もたれのある椅子に深く座ります。足裏は床につけ、足の指先は前へ向けます。手はそれぞれのももの上に添えます。そして、左膝を曲げ、足首を右足のももの上に乗せます。 上半身が前や横に傾かないように姿勢をキープしますそして両手を左足へそして手の指を組みながら足指を持ちますその状態から上半身を背もたれに預けると足指が手前に引っ張られ甲から足先までが伸びます15秒から30秒キープし反対の足も同様に行ってくださいさてどうでしょうか以上4つほどストレッチをご紹介しました最初は1日1分とかで でもいいいですからココツコツととと行うということを意識されて、みててくださいさいそれではここまでで一つ目の全身の血管が強くしなやかに若返るすごい習慣一日一分で全身の血液が若返る最強のストレッチについての解説を終わりにし次に行きますそれでは次二つ目の全身の血管が強くしなやかに若返るすごい習慣一酸化窒素を増やしてくれる食べ物を食べるについて解説していきます さて先ほどはストレッチによって一酸化窒素をはじめとした血管拡張物質を増やすということをお伝えしてきました。実は一酸化窒素の分泌は食事の面からも促すことができます。そこに深く関わっている栄養素の一つがシトルリンという成分になります。シトルリンはアミノ酸の一種であり、シトルリンは体内でアルギニンというアミノ酸に変換されます。 アルギニンは一酸化窒素合成酵素によって一酸化窒素へと変換されます。 つまり、シトロリンを摂取することで、結果として、血管内皮細胞で一酸化窒素の生成が促され、その働きによって、血管の平滑筋がリラックスし、血管が拡張され、動脈硬化の予防や緩和に働くというわけなんです。というわけで、ぜひ血管のために、シトロリンを多く含んでいる食べ物を、皆さんには食べていただきたいんですが、シトロリンが豊富な食材と言われて、皆さんはどんなものを思いつき ますシトロリンはスイカやメロン、キュウリ、トウガン、ヘチマなどのウリカの植物によく含まれておりますこの中でも特にスイカは含有量が多く手に入りやすく食べやすい食材ですからとてもおすすめになりますまた カボチャの種もアルギニンとシュトルリンが豊富で一酸化窒素の生成を助けます。さらに甘にもアルギニンが豊富で一酸化窒素の生成を助けてくれます。またアーモンドやウォールナッツなどのナッツ類にも。 アルギニンが豊富ですからおすすめになります。そしてこういった食材に加えて近年注目を集めているのがビーツと呼ばれる根菜になります。ビーツは今画面に表示しているような真っ赤な見た目をしている根菜であります。ビーツが赤い色をしている理由はその中に含まれる色素成分であるベタシアニンという化合物によります。 ベタシアニンはアントシアニンと並ぶ天然の赤色系の色素であり、抗酸化作用があり、ビーツの赤い色の主成分となっています。ベタシアニンは抗酸化作用や抗炎症作用があり、体内で発生する活性酸素を除去することで、細胞にかかるダメージを減らしてくれたり、老化を遅らせてくれたり、病気を予防してくれるということが分かっています。 そのためビーツは健康に良い食べ物として非常に今注目されていてサラダに入れたりスープにしていただく人も多いようです。そして なんといっても、ビーツには、硝酸塩という成分が含まれているんです。この硝酸塩は、体内で亜硝酸塩に還元され、さらに一酸化窒素に変換されます。まあ、要するに、ビーツを食べれば、一酸化窒素が増え、血管が拡張され、動脈効果を予防、緩和するといった効果が期待できるというわけです。また その他にも、このビーツには、たくさんの健康効果が認められております。例えば、心臓病のリスクを下げるということが知られています。ビーツの抗酸化成分である、ベタシアニンや、ベタキサンチンは、活性酸素を除去し、LDL コレステロールの酸化を抑制します。これによって、動脈硬化のリスクが低減し、心臓病の予防につながります。さらに、ビーツに含まれるビタミン C や、ポリフェノール類が、抗炎症 炎作用を持ち炎症を引き起こす物質の生成を抑えてくれますこれによって慢性炎症が引き起こす疾患のリスクを減らす効果が期待できます 慢性炎症が老化を促進してしまうというのは、これを聞いている皆さんであれば、一度は聞いたことがあるでしょう。慢性炎症とは、体内で長期間続く低レベルの炎症状態を指します。この慢性炎症は、加齢とともに体内で増加し、老化と密接な関係があると言われています。例えば、慢性炎症は、活性酸素を増やしてしまいます。 活性酸素は細胞の DNA にダメージを与え、正常な細胞の機能が低下したり、細胞の寿命を縮めることにつながります。また、慢性炎症は免疫力の低下を引き起こすということも分かっています。このように、慢性炎症というのは非常に恐ろしいものですから、ビーツのような抗炎症作用を持つものを食べて、慢性炎症を抑えていくということもとても重要なことなんです。 またビーツは肝臓にも良いことで有名ですビーツには肝臓の解毒作用をサポートする成分が含まれていて肝臓の働きを改善し肝臓の機能の維持に役立ってくれますまたビーツには食物繊維が豊富で腸内環境を整え便通を促進しますさらにビーツには鉄分が含まれていて貧血予防や エネルギー代謝にも役立ちますさて、どうでしょうか。ビーツには、血管に対する良い影響に加えて、このような様々な健康効果が認められているわけです。血管に良い食べ物として、まず筆頭に上がってくるのが、ビーツやスイカですから、ぜひともこの二つを中心に召し上がっていただければと思います。さて、それではここまでで二つ目の、 全身の血管が強くしなやかに若返るすごい習慣。一酸化窒素を増やしてくれる食べ物を食べるについての解説を終わりにし、次に行きます。それでは次3つ目の、全身の血管が強くしなやかに若返るすごい習慣。〇〇の摂取量を控えるについて解説していきます。さて、皆さんにお次に血管のためにやってほしいことは、つまり塩分の摂取量を控えるということ。 塩分の取り過ぎが健康に悪いなんていうことは皆さんすでに知っていると思いますが塩分を取り過ぎてしまうと血管が実際にどんどん硬くなってしまいます塩分の取り過ぎは血管に大ダメージ大きな打撃を与えてしまいますですから血管のことを本気で気遣いたいのであれば塩分はできる限り控えなければいけません ではなぜ塩分を取ることによって血管にダメージが加わってしまうのか塩分をたくさん取ると血液の中の塩分濃度が高くなりますよねすると体はその濃度を調節しようとして水分を溜め込みますそれによって血管内の液体量が増えるため血管がパンパンになっちゃって血管を圧迫し高血圧になってしまいます そして、高血圧というのは常に血管に負担がかかり続けているような状態ですから、当然、動脈硬化のリスクも高めてしまいますし、心臓にも負担がかかり、全身の血管はどんどんボロボロになり、血管が老化していってしまうんです。では私たちは、どれぐらい塩分の摂取量を控えなければいけないのでしょうか 厚生労働省は男性は 7.5g 未満、女性は 6.5g 未満の食塩摂取量を目標としております。ところが現実的にこれをちゃんと守れている人はかなり少ないです。 なんと日本人の食塩摂取量は1日あたり男性が 11g、女性が 9.3g ということが分かっていて、目標値よりもだいぶ私たちは多く摂取してしまっているということがデータ的に明らかなんです。しかも世界保健機構 WHO が推奨する目標値はなんと 5g 未満ですから、世界基準から見ても日本人は塩分をたくさん摂っている民族であるということが分かります。 よく日本食は健康に良いということで有名ですが、日本食のデメリットとして塩分摂取量が多くなりがちであるということが挙げられます。ですから基本はやはり薄味です。薄味に慣れておくということがとても大切になってくるでしょう。 ちなみに外食は基本的に味付けがめちゃくちゃ濃いです。ですから外食ばかりしているとどんどん濃い味付けに慣れていき塩分の摂取量が増えていってしまうと考えられます。塩分の摂取量を抑えるためにもやはりきちんと自炊をして自分で 塩分のコントロールをすることが重要となってくるでしょう。また、醤油やソースといった塩分濃度が高い調味料を直接食べ物にかけないというのもとても大事なことだと思います。醤油やソースを直接食べ物にかけちゃうとどうしたって塩分取りすぎになっちゃいます。ですから、醤油やソースは食べ物にかけるんじゃなく別のお皿に入れてそれに食べ物をちょっとつけて食べるようにしましょう。 例えば、冷ややっこを食べるとき、豆腐に直接醤油をかけている人が大半だと思いますが、そうじゃなく、別の小皿に醤油を入れて、そこに豆腐をつけて食べるようにする。これだけでも、かなり塩分摂取量を減らすことができるでしょう。お寿司や海鮮丼などを食べるときも、ぜひ同じようにしてみてください。 さて、それではここまでで、三つ目の、全身の血管が強くしなやかに若返るすごい習慣、〇〇の摂取量を控えるについての解説を終わりにし、次に行きます。 それでは次4つ目の全身の血管が強くしなやかに若返るすごい習慣、ちゃんとストレス解消をする時間を作るについて解説していきます。さてお次は皆さんうすうす気づいているにもかかわらず、ついつい放置してしまいがちなストレスについてです。 多くの人は長期的で慢性的なストレスを抱えています。ですがこの状態は非常に危険で一刻も早くストレスを解消する時間を作っていただきたいとこの場を借りて私は皆さんに強くお願いしたいんです。長期的なストレスは血圧の上昇や心拍数の増加など血管に負担をかけることで血管の老化、ひいては全身の老化につながります。 また、ストレスを長期間放置しておくと、うつ病や不安障害などのメンタル疾患が発生するリスクが高まります。一度、こういったメンタル疾患を発症してしまうと、なかなかその状態から元の状態に復帰するのは難しくなってしまいます。 ですから、早め早めのうちから、ちゃんとストレスがたまらないように行動することは、メンタルの健康を守る上で、めちゃくちゃ重要なんです。何かと、メンタルの調子を崩しやすいこの現代です。普段明るい人であっても、慢性的なストレスがかかり続けていると、メンタル疾患を発症してしまうリスクもあります。 え、まさか、明るく楽しそうに生きていたあの人が、うつ病になっちゃったのということは、結構あり得ることですから、ぜひ皆さんも気をつけてください。さらには、長期的なストレスというのは、糖尿病や消化器系の疾患などの慢性病のリスクを高めるということが報告されております。また、ストレスが原因で、睡眠の質が低下したり、睡眠のトラブルが発生してしまうことも多々あります。 今何かしらの睡眠のトラブルを抱えているという人はストレスを解消ししっかりとリラックスするための時間を作ることによって一刻も早く睡眠の質の改善を図っていただきたいと思いますまた長期的にストレスがかかり続けていると免疫機能が低下してしまうということがわかっていますその結果感染症や自己免疫疾患のリスクが高まりますさてこのように 長期的な慢性的なストレスというのは、血管のみならず、私たちの全身を確実に蝕んでしまいます。ですから、忙しいのはわかりますし、やらなきゃいけないことがたくさんあるのも十分わかるんですが、ぜひストレスを解消する時間をあなたのスケジュールに組み込んでほしいです。 例えば、水曜日の8時から9時は、絶対にストレス解消の時間に当てるとか、1日の寝る前の30分だけは、何者にも邪魔されない時間を作って、絶対に自分の好きなことをするといった風に、ストレスを解消するための時間を、スケジュール帳に、もうあらかじめ押さえておくということが、一番のおすすめの方法であります。それでは、この辺で2件の内容をまとめておきましょう。2件まとめ、全身の血管が強く、 しなやかに若返るすごい習慣を4つ紹介しました。1つ目は、1日1分で全身の血管が若返る最強のストレッチ。2つ目は、一酸化窒素を増やしてくれる食べ物を食べる。 3つ目は塩分の摂取量を控える4つ目はちゃんとストレスを解消する時間を作るということでした本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました